浄土宗プレゼンツ朝のひととき。今日もこの時間がやってまいりました。浄土宗プレゼンツ朝のひとときです。今日も私ダウンタウンにあります浄土宗にやってきております。早速ご紹介しましょう。田中光土さんです。おはようございます。おはようございます。いやー、月日が経つのが早すぎてですねもう4月も、もうそろそろ中旬という言い方になってしまいますね。4月ですね。でもこうやってね、月日が過ぎていく間にですね、はい、いろいろこう考えることって浮かんでくるじゃないですか。そうですね。生活していると、はい、でもちょっとこういう話を聞いてほしいと、はい、ね、これってどうなんだろうなんていう悩みを ね持たれる方も多いと思うんですけど、まあ、ぜひお気軽に、うん、日曜日の午後にね、はい、そういう時間を設けてますんで、そうですね、お寺の方に、予約を取っていただいて、はい、日曜日の午後受け付けておりますんで、そうですね、はい、電話番号をお伝えしておきます、はい、213-346-9666 213-346-9666、こちらまでお電話ください。はい、お願いします、はい、さあ、月日が流れるのが早いと冒頭で言いましたけど、はい、そうですね、そういえば、うん、ちょっと前ね、12月忘年会しましたよね、はい、あれからもうね、4ヶ月経ってしまいましたけど、はい、忘年会しましたね。で、あの時のその居酒屋さんに、はい、和言愛語っていう標語がかかってたっていう話を前にラジオでもしましたですよね、はい、結構大きく書いてありましたね、はい、和言、和は平和の和、和やかな、言というのは顔ですね、和やかな顔で愛らしい言葉、うん、はい、で和言愛語という、うん、まあ、仏教の言葉なんですけど、はい、で確かにそのウェイトレスの方とかね、料理されてる方とかみんなにこやかでね、すごく居心地のいいお店でしたね、はい、気持ちよかったですよね、うん、でね、まあ、私この間なんですけども、こういうことを見聞きしましたんですけども、うん、空港でね、たまたま私チェックインしてる時に、はい、日本行きだったんですけど、うん、隣でチェックインしてる方が、うん、どうもその間に入ってる旅行者さんから、はい、荷物2つ OK ですよって言われて来たらしいんです、はい、でところがその飛行機会社のカウンターの方では、うん、いや当社では1個ですと、うん、で特別なリクエストがないと、うん、その2個目が預かれないんですよと、はい、でこちらのお客さんは、うん、いやそんなことないでしょと、うん、そのこっちの間に入ってる旅行者から2個 OK って言われたから2個持ってきたんだと、うんうん、いやでもこちらの方の当社の方のコンピューター上にはどうも上がってないようなんで、うん、うんぬんくんぬんとやり合ってらっしゃるんですね、はいはい、でどうも隣で見てますと、うん、お二人とも嘘言ってないんですよ。あ、それぞれの都合の、はい、うん、それぞれの真実を確かに言ってるようなんですね、うん、そういうことでしょうね。ただね、隣で聞いてると、うん、ちょっとその口調というか言葉が、はいはい、きついんですね。で、まあ、結局最後にカウンターの方がね、はいはい、分かりましたと、今回は特別でお預かりしますっていうような言い方されたんですよね。その言葉もきついですね、うん、そうするとこちらの方はお互い嫌な思いが残りますよね、うんうん、だって結果的には荷物2つ、はい、まあ、乗せていい状態になったわけですよね、はい、最終的には一応ハッピーなことにはなってるはずなのに、はい、このお二人の間はアンハッピー、ね、アンハッピーなんですよね、うん、正しいことをお互い正しいことを押し付け合っている状態、はいはい、そうですね。だからそうするとやっぱりその日本語でやり取りをする中で、うん、どうしてもいくら正しいからといって、うん、自分の都合だけを両方で押し合うと、うん、そこに争いがどうしても生まれるんですよね。だから和言愛語、はい、あの言葉と全く正反対の世界がそこに出来上がる。でこれはどうしてこうなるかというと、なんでその和言愛語が2人で互いの中でできないのかとなると、うん、はい、まあ、究極的にはやっぱりその自分が正しいってことに執着するからですよね、はい、執着ね、はい、仏教は無我って言いまして、はい、我、うん、エゴからどうやって少しでも離れていこうかと、うん、いうことがありますから、うんうん、みんな修行されますよね、はいはい、だからまあ隣でまあ見聞きしてましてね、うんうん、もうちょっとお互いにね、うん、穏やかな言い方したらいいのにななんて思って聞いてたんですよ。ですよね、はい、我を通そうとすることって、はいはい、それがぶつかり合った時には本当に嫌な気分になることぐらいしかないですから ね、ことわざにね、うん、瀬戸物と瀬戸物がぶつかり合うと粉々に砕けちゃうよっていうのがう、ね、ありますけども、うん、まあこれもね、うん、一言だとよく私もね分かるんですよ、うんうん、そうなんですよね、はいはい、これいざ自分になると当事者になってみるとね、そうですよね、そういうふうに
ならないためにじゃあどうすればいいのか。やっぱり気持ちよく挨拶をするとかね、ひょっとしたら自分が言ってることも間違いかもしれないなとか、やっぱりこういう謙虚な態度っていうのが、謙虚な言葉っていうのかな、それが必要になりますよね。和言愛語と挨拶でね、いきたいと思います。そうですね、今日もありがとうございました。ありがとうございました。